で、こちらが、左についてる受けるとそうしながら、右から左に受けるとそうします。肉を返して、中間の筋とかを返して今度指、これ見てる、背中もガチガチ、足はすみません、はい、で、ね、お腹を下げて、あ、こっちの方で、妊婦さんは横からの肩甲で、こうあんまりこうし背骨の可動域を増やす、もう横から可動域を増やす、うつ伏せはできない、そんな動きですね。これ筋肉ほぐしてるわけじゃないですかね、蛇腹の動きというか、胸椎がこういうふうに動くように誘導してます。胸椎の可動域を良くしている状態です。僕あんまり筋肉、筋膜とか、問題しない。背骨の動きを良くすると思います。はい、こうです。